ドジャースの大谷翔平投手は16日、日本時間17日、日米テキサス州アーリントンで行われた MLB オールスター戦、試合前のレッドカーペットショーでも話題の中心だった。多くの報道陣が殺到する中、大谷に会えず落ち込む人たちも、ピッチング忍者の愛称で知られる投球分析家のロブフリードマン氏もその一人だったようだ。実際の様子。 救援ですれ違うも、大谷翔平に会えず、悲しそう。フリードマン氏は18日、日本時間19日、タナー・ハウクが、球種の握り方を披露してくれたとして、レッドカーペットで取材する様子を公開。しかし、その最中に大谷とマ美子夫人は通過してしまっただけに、そして、翔平・大谷が横から突然登場。翔平という男は注目を集めるならなんでもやる。 私と喋る以外は、とつづった。さらに、救援前日の会見の際にもすれ違っていた映像も公開し、忍者とハートにひびが入った失恋の絵文字を添えた。この一連の投稿に、ファンは、これは面白いし、悲しいね、またもやすれ違う、ロブ、笑ってごめん、今年見た一番面白い動画かも、ロブさん、どんまい、などと反応。もっと積極的に行くべきだ。 なとか大谷くんと対面してほしい。忍者さん次頑がんばれといったエールも送られた。